この香りですよ、もう本当にたまらなくて。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はボンゴレを作ります。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティにニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、アサリ、昆布、鰹節、エキストラバージンオリーブオイルです。はい、それでは今日はボンゴレを作っていくんですけど、ちょうど今が季節なんですよね。で、ボンゴレの季節っていうのはだいたいこの春と秋と2つあるんですけど、今日は春の方の季節のボンゴレって感じなんですけど、今日はですね、スープが入ったボンゴレ、これはまあイタリアに行くとスパゲッティアレボンゴレって言って、結構乳化系のしっかりとクリーミーなボンゴレなんですけど、今日はちょっとスープ寄りのボンゴレって感じですね。でもこれがですね、今日ちょっと出汁から取っていくような最高のボンゴレをこれからやっていきます。はい、出汁を取っていくんですけど、出汁取るって言ってもまあ基本的なこの昆布とカツオの出汁ですね。で、和食とかだと結構時間がかかるイメージがあると思うんですけど、逆に時間をかけないでさっと取るような出汁ですね、今日は。で、このカツオと昆布が入って、で、水が入ります。で、今日ですね 350cc ぐらい使っていくんですけど、ここから水から火にかけて、で、一旦沸点まで持っていきます。で、日本料理っていうのはワンっていうお料理があって、だしかなり時間かけてやるんですけど、今日はですね、僕このボンゴレでイタリア料理に使うだしなので、このそこまでその繊細なだしを取る必要がなくって、逆にこの沸かした状態だけのだしなんですけど、こう繊細というよりは雑味が出るんですよ、やっぱりこの取り方って。でも、その雑味が料理のこのイタリア料理の深みにつながってくるので、このやり方をするのが今日ポイントです。はい、それでは今沸いた状態ですね。そしたらこれ火を切ります。で、これですぐにこさないで、こっから約10分ぐらいですね、このベースが冷めるまで、で、冷めてる間にまたこの液体の中に味が乗ってくるので、冷めたらこして、ソースに使っていくっていうような感じですね。で、今日はもう材料カットも本当にあのアリオーリオエペペロンチーノベースなので、このニンニクは潰すだけで、今日はですね、もう恐ろしいほど出汁が大事になるスープパスタなので、ニンニクはこうやって潰して柔らかい香りだけ入れてあげるイメージですね。で、中の潰して芯を取った状態で、あとはまあイタリアンパセリでやるんですけど、ここもですね、今日は和に寄ってるので、ネギにしてもいいし、三つ葉やってもいいし、本当にあの青系だったら何でも合います。で、ここはちょっとクラシックにイタリアンパセリで粗く刻んで、でもこれで材料カット終わったので、ソース作っていきます。で、出汁が冷めたのでこしていきます。で、この場合は全然このギュッギュッってやっちゃって大丈夫です。その雑味がパスタの旨味に変わっていくので、しっかりと押してあげて、で、これが出汁のベースなんですけど、この今取ったこの出汁ですね、一回だけじゃもったいないじゃないですか。なので、これは入れて、で、もう一回この中にミネラルウォーターとか入れといて、で、これでまた沸かして、さっきと同じ工程やればまた2番出汁が取れるので、これで僕よく味噌汁とかやったりしますね。はい、それではさっき入れたニンニクと、で、オリーブオイル入れて、で、唐辛子のアクセント、辛み、これでまずはベースを作っていきます。で、今日のパスタなんですけど、僕は本当に大好きなボンゴレで、これはまあスープ寄りなのでちょっと邪道なんじゃないのと思われるかもしれないんですが、これがですね、もう個人的にも大好きで、本当にあの美味しいので、今日はスープなのでテフロンタイプのツルツルのやつやっていくんですけど、僕これもう大好きなんで 100g 以上、 120g ぐらい茹でていきます。で、今日はスープ仕立てにして、この麺にしっかり吸わせていきたいので、8分茹でなんですけど、6分ぐらいで揚げて、ここでじっくりとスープの中に吸わせるっていう仕事をします。で、今ちょっと温度が上がってきて、ふすふすいってきたら、かなり弱火にして、ニンニクの今香りをしっかりと出してあげます。で、気持ち色づいたぐらいになってきたら、これもう今日掃除したアサリですね、 3% の塩水に入れて、あの砂吐かせた状態のアサリで、アサリが入ったらですね、まずはこの今のニンニクオイルをアサリにこの全体的にコーティングさせたいので、一回回します。
ここで蓋をしないのがポイントで、蓋をしない状態でアサリの口を開いていきます。でアサリに回ったらここでちょっとパセリをして、でパセリの香りも一緒にこう引き出していきます。でこの状態でですね、取った出汁を全部加えます。でこれは今日はもちろんこの究極のやり方で、この出汁でやったらもう美味しすぎるんですけど、実際ここ水でやってもアサリから出汁が出るので美味しいです。で水だけでやる場合は、まあ、その水プラスアンチョビを入れるとか魚醤を入れるとか、まあ、めんつゆを入れるでもいいですけど、旨味をこう入れるっていうのを意識してやってみてください。でここで一回沸かしてアサリの口を開いていきます。で沸いた状態で、今アサリがどんどん口がこう開いてきたので、開いたらちょっとこの別のバットにアサリをあげて、硬くなりすぎないように移しておきます。開いたらもうすぐ入れる。でこの状態でちょっと麺が茹で上がるまでスタンバイしていくんですけど、実際イタリアにスープパスタの文化ってあるんですよ。これは日本だとどうしてもこうロングパスタを合わせるようなスープパスタが、まあ、ラーメンのような感じで多いんですけど、イタリアは、まあ、クリスマスとかお祝い事の時にコンソメですね、ブロードディポールロって言って、まあコンソメがあるんですよ。コンソメに浮き身のトルテリーニっていうパスタだったりとか、カッペレッティだったりとか、詰め物をのパスタをスープに浮かべて食べるような文化がありますね。でそれ以外にもミネストローネってあるじゃないですか。あれも野菜と一緒にパスタ切ったの入ったりするので、まあ、イタリアにもそういう文化があったりします。で麺が今かなりまだ硬い状態なんですけど、これ揚げて、でこのスープに合わせて、でまだ結構パキパキな状態なんですけど、この状態で約2分ですね、このスープをしっかりと吸わせてあげて仕上げていきます。でこの中に入っているニンニクとかも、今日はですねこのままちょっとアクセントで塊のままこう残し、あえて残しておいて、ニンニクのこのホクホク感を、すいませんニンニク、今日はですねニンニクもこうやって粒のままあえて残してるんですけど、この食べ飽きないような工夫といいますか、このニンニクのホクホク感がまた美味しかったりするので、今日は残したままですね。でこれでちょっと炊いていきます。でかさん、もうこれがこの香りですよ。もう本当にたまらなくて最高の状態ですね。あ、美味しい、たまんないです。で今ちょうどアルデンテぐらいになったので仕上げですね。今日はちょっと材料紹介にすら入れてなかったんですけど、ちょっとミニトマトのアクセントがあるとよりこう今入れて申し訳ないです。ここで仕上げで入れていきます。であとは先ほど外したボンゴレも温める意味で入れてあげて、はい、これで今も最高の状態なので、これで盛り付け合えていきます。はい、いただきます。まずはスープからいただきます。うん、これはもう一番美味しいですね。やばいです。今日のスープパスタはですね、実は発祥の場所があって、群馬県の高崎に高崎パスタっていう、まあ、有名な、結構 B 級グルメで有名な町があって、そこで、まあ、スープパスタが有名なんですよね。で僕は学生時代に高崎にスープパスタ食べに行ったことがあって、すごい美味しかった記憶がありますね。はあ、美味しかった。はい、ごちそうさまです。このスープパスタなんですけど、間違いなく最高の美味しさになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただきます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。